嵐が来てるのかな。もしかして始まったのかな。行こう。すごい雨だ。でもきっと雨の強い方にいるんだよね、ブルーさん。あっちかな。行ってみよう。くそ、なんだあれは。ちっとも魔法は当たらないじゃねえか。たどり着く前に散らされています。これじゃあ手も足も。皆さん何をやってるんですか。怪物退治だ。怪物。この嵐の原因を俺たちは突き止めたんだ。神殿も任意もやらないなら俺たちでやる。そうだ、船なんて乗ってられるか。原因って、あ、うわっ、雨の中でも濡れていない。やはり魔物か。ブルーさん。え、知り合いか。会えましたね。あんたこいつと知り合いか。俺たちは何度もこいつを追いかけてきたんだ。こいつが手を振ると風が舞いて屋根が吹っ飛ぶ。変な呪文を唱えて水も呼ぶぞ。あんたはそいつの仲間なのか。え、どの道無関係ではないなら敵です。こんなものと交流を持つなんて。うん、皆さん平気ですか。よかった、気絶してるだけ。どうせ後でまとめるからね、ブルーさん。まだこの島にいたの。せっかく時間をあげたのに。そんなことできません。どうして。だってそうしたっていつかは同じなんですよね。そうだよ。少しずつ一つずつ壊していくつもり。何せ今の僕は力が薄いから。君たちから取り返していかないとそんなに大きなことはできないんだ。そんなのやめてください。だとしても誰も幸せにはなれないです。人の幸せなんて知らないよ。もう僕らは耐えた、十分耐えた。もう我慢はできないんだ。今も聞こえる耳鳴りが。君たちが僕らから未来を吸い取っていく音だ。僕は君に出会って君たちを信じてみようとした。少しだけまだ希望を持ったんだ。だけどやっぱり人は人だ。僕は見ていたよ、たくさんの人が島から船で出ていくの。それは裏切りじゃないのかな。かつてあの金色の子はここで言われていた。ずっとあなたが帰るまでここでお待ちいたしますと。人は約束を破る、嘘をつく、裏切る。君もいつかそうなるんだよね。変わってしまう。ブルーさん、
それを咎めるつもりはないよ。それは人の性だから。だけど悲しくなる。やっぱり僕たちは分かり合うことができないんだって。そんなことありません。だってあの時私たちは同じものを綺麗だって思ったじゃないですか。心があるなら分からないことなんてないはずです。それでも誰も不幸を目指してなんかいない。幸せになろうとしています。前に進もうとしています。だから神様も自然もお願いします。足手まといだからって私たちを消してしまわないで。いつかきっと私たちも何かをします。今はできなくてもいつか私たちの後、ずっと先の未来。だって私たちだってここが好きです。守りたいから大事にしたい。だからお願いブルーさん、私たちに守らせてください。好きなものを。私たちも世界の一つなんだって認めてください。頑張りますから。私たち頑張りますから。じゃあ君は僕にそれを証明し続けてくれる？僕と一緒に来て、僕と一緒に未来を見られる。人の愚かさも醜さも水鏡に映しながら、あの港底にいてくれる？今しばらく君がこの世からついえるまで、君が死ぬまで、人のために暗く静かなあの場所でエンサの声を聞き続けることができる？僕と同じ苦しみを君が一緒に背負ってくれるなら、僕はもう少し信じられる。人がいつか僕らの未来を救うことを。それは見てるなら知ってるよね。あそこがどんなに寂しくて冷たいところか。僕しかいないから。やっぱり僕たちと人は分かり合えない。僕の半分の代わりにはならないんだ。だけど私たちだって神様が欲しいって思っていました。でも来ないから、ちっとも来てくれないから。それは当たり前だよ。君たちの神様はもう世界に溶けてどこにもいない。あるのは記憶、思い出だけさ。それを予言と勘違いして君たちが使うのは勝手だ。それは彼女の残したものだから、君たちのために。だけどそれじゃ足りないんだよね。君たちは、私たちが何をしてももうブルーさんには届かないんですか？行きたい？え？君はそんなに行きたい？あの時も今も
君はここに帰りたいと願った。そんなにこの世界は君にとっての理想なのかな。汚れ、戦い、血を流しても、それとも知らないふりをしているだけなの。好きだからじゃダメですか。だってここには私の大切なものがあるんです。そう、お願いします。そう、わかったよ。じゃあ守っていくといい。どんな苦難も苦しみも超えて進むといいよ。だけどもう君たちを助ける神様はどこにもいない。滅びも繁栄も約束する者はいない。いなくなる。導く者は残った君たちの役目だよ。世界の怒りをその身に受けて、許されるかどうか僕は信じていないけど、だけど君は信じ続けていてよ、ずっと。心配するのは当たり前であろう。そうですね、ごめんなさい。何をしに行ったの？ん？どうした？何にじゃ？島ではなくなる。魔法院が行っていた実験は仕切り直しということになった。先ほどフルート殿が広場で発表した、自然の力を不当に使う実験は全て停止し、虚偽をしていた者は全て解放。フルート殿は責任を取って、もう責任者を降りるそうじゃ。もしもこの島が残れば、一神官として尽くしたいと言っておったよ。諦めぬ目でな。少しは届けばよかったんだけど。いいえ、届いていると思いますよ。だからあの人はここを
を残してくれたんだと思います。可能性を。だから、とても大事にしなくちゃ。ここは、私たちだけの空でも、大地でも、海でもない。みんなの場所だから。今は少し荒れてしまったけれど、いつかきっと、元通りに直します。直してくれる人は、いなくなってしまったんだから。貝殻が欲しいなら海へ、花が欲しいなら山へ、星が欲しいなら空へ。私たちでやり方を考えなくちゃ。へこんでも、くじけても、全部自分で。神様を頼りにしないで。この手の星は、擦り切れて消えるまで。ずっと、私、頑張ります。あなたの分まで。ああ、ごめんなさい、遅刻しました。ほぼ半時の遅刻です。緊張しましたか？すみません、緊張してつい眠れなくって。あれほど早めに寝なさい。すみません。ほら、ソロイン、今はあなたが下の身分なのですから、そのような言葉遣いはどうかと思いますが。申し訳ありません。緊張するのも無理はありませんよ。今日は初めての会議ですからね。私という独裁者もいない。そんな、ブルート様がそんなのだったなんて誰も思ってませんよ。むしろ元の方が良かったという意見も多いですね。ソロイ、申し訳ありません。私は一文官として国のために尽くすだけです。それにあなたは選ばれたのですから、自信を持っていいんですよ、議長としてね。でもそれもフルート様たちのおかげのような。星の印だって私は一度消えちゃったんですし。関係ありません。あなただからあなたはここにいる。あなたのように強くなりたいと。私が強くですか？今日のスピーチの原稿を自分で書いたんですよね。とてもいいと思いますよ。私にはとても書けない言葉です。他の人には見せないでって言ったのに。申し訳ありません。ソロイさん、謝れば済むと思ってる。そろそろご入場ください。やっ、さ、頑張ってください。これからラーハ神殿は解体されて、院ごとに代表者を5名、一般から10名選出いたします。この20名でこれからのアロランディアの未来は進んでいきます。もう神様はいません。予言もありません。特別な何かはここにはありません。私たちは誰も未来なんて見えないし、先のことなんてわかりません。だけど頑張ることはできるはずです。誰でも。それは全然特別な力じゃなくて、みんなが持ってるものなんです。私にも、あなたにも。私は夢を見ます。
空も大地も海もどこにでもいつか行ける、限界なく遠くまで行けるようにしたいです。夜空の星もいつか近くに、だけどいつまでも忘れないでいましょう。私たちがここにいられるのは私たち以外の何かのおかげです。それが神様でもいい、海でもいい、山でも花でも隣の誰かでもいい。私たちはいつでも一人で生きてるんじゃないから、いつも誰かと一緒にいる、いつも誰かが私たちを見てる、いいところも悪いところも。心の中にそんな誰かを住まわせて未来へ向かっていきましょう。それでは儀式を始めます。未来の